はい。日付が変わって9月9日の木曜日の今、夜の1時52分です、昨日9月8日は私の祖父の命日になりました。病院に着いた時にはもうすでに息を引き取った後で、しかも、病室の方には今面会者が2人しか入れず、もう私よりも上に、親兄弟がいたので、私は霊安室に行くまで祖父に会えなかったんですね。で、まあ一度祖母の葬儀とかやったことがあるので、まあ亡くなった人を見るのはそれほど抵抗がなかったんですけど、やっぱり最後酸素マスクをつけてたので、口がすごく開いてて、ムンクの叫びみたいな状態になってる顔にちょっとショックを受けました。あとはもう本当についこの間まで自分の足で歩いてた廊下を張ってたので、それがもう動かない体になってるっていうことが、なんか頭ではこう分かろうとしてるんですけど、実感として伴ってないというか、なんかやっぱりまだなんとなく実感がこう湧いてきてないですね。入院してからも、施設に行ってからも、病院に行ってからも、今やっぱりコロナの影響でお見舞いだとか、あと家に帰ってきて一時帰宅みたいなのとかができなかったので、ほとんどね会うことができませんでした。オンライン面会といって、まあ、画面越しで面会はできたんですけども、やっぱりもう朦朧としてしまっていて、こちらの声に反応はしてたりとか、画面を追ったりとかはしてくれてたみたいなんですけども、さよならの挨拶になってしまいましたね。私が一番悔いが残ってるのは、やっぱり生きてる間に一度家の景色とか、祖母が大好きだった畑の景色とか、もう祖父が、まあ、建ててくれたこの家に生きてるうちに一回、帰宅させてあげたかったんですけども、まあ祖父の体の状態を考えれば難しかったのかもしれません。もう亡くなってしまった今となってはもう何もすることはできないし、まあ、どんなことをやっても後悔があるってよく言われますけど、まあ、後悔は悪いことじゃないと思ってて、その人のことをどれだけ思ってる気持ちが強いかっていう証だと思っているので、自分の心にしまって大切にしようと思います。本当に生きてるうちに一回は家に帰ってきてほしかった。でも祖父は自分の兄弟ももうみんな先に行ったし、私の祖母も先に行ってるので、もう思い残すことなく長く生きたというふうに本人は思ってるんじゃないかなって思うんですよね。私はもっともっと一緒にいたかったけど、祖父は父親がいない私の代わりに男性として一番近くで男らしさを見せてくれた人であって、代わりはいませんでした。すべてが正しいわけではなかったけど、でもやっぱり祖父は仕事上警察官だったので、立派な賞とか総理大臣からも賞状をいただくような人だったので、尊敬はしていたし、何より言ってる内容にとても感銘を受けたり、常識のある人でした。だから私のいつも困ってる母親とか叔父を産んだのは祖父ですけど、でも叔父とか母みたいにちょっと何かしら頭のネジが飛んでしまってたり、自分勝手だったり、
経験が浅かったりする子どもたちと違って、もっと人としてしっかりしていたので、相談したり、何か迷った時には、近くにいてほしい存在でした。そんな祖父を失って、昨日ですね、葬儀屋の人と葬儀の段取りとかを決めていて、慌ただしく泣く暇もなかったんですけど、本当に信じたくないです。ついこの間までよだれを垂らしながらも廊下を歩いたりとか、ついこの間までタクシーに乗ってる姿を思い出すし、祖父の声を私は覚えてます。喋り方、声のトーン。だから私は自分の家庭を築きたいなって思いました。ただ私は父親のいない家庭で育ったので、自分がこう理想とする家庭像とか父親っていう姿を見ていないので、旦那さんの姿とかそういったものをイメージすることが全然できません。しかも今は私自身がとても愛に飢えていて、誰かに愛されたいとか認められたいっていう気持ちが強いので、誰かのことを好きになったり、自分からその誰かのことを興味持ったり好きになったりっていうことは正直難しいです。興味を持つことが難しいです。そんな中でやっぱりなかなか自分に興味を持ってくれる人と知り合うことは難しいので、こうやって一人身の生活がどんどん長くなって、さらに時間が伸びてしまっていて、本当は祖父が入院する全然前です、1年2年とか前だったら、私は結婚してすぐにひ孫を見せてあげたいなっていうふうに思ってました。でもひ孫どころか結婚もできませんでした。今は療養中で仕事も内職しかしていませんし、精神科に通っていて脳疲労脳発作に悩まされ、ちょっとパソコンやれば頭が痛くなって、以前は障害者雇用もしたことあったけど、足が悪いのにペットボトルやお弁当を運ばされて、重たいキングファイルまで運ばされて、買い出しにも行かされて、全く理解がありませんでした。まあ、そういったこともあって足が再手術が必要になったんだと思いますが、あの時の職場のことは今でも恨んでいます。脱線しましたが、私は祖父とは違う人間なので、いくら尊敬しても祖父のようにはなれませんが、生きてる間にかけてくれた言葉の中には、本当に祖父が、まあ、警察官として大きなことを成し遂げるまでどんだけ大変なことを積み重ねたか、どういう気持ちを持って生きていたかっていうことが感じ取れるようなセリフがあったんですね。なので私にかけてくれた言葉を、今度は私がそれを力にして、誰かに力を与えることはできないかもしれないけれども、そして頑張るっていう言葉は私は嫌いだから、自分は絶対に使いたくないんですけど、そして誰かを元気にしようとか、自分が体が不自由だからって言って頑張って生きてる姿を見たら、
誰かが勇気づけられて、誰かの生きる力になるとか、そういう考え方もすごい嫌いなんですけど、私は誰かが元気になるために生きてるんじゃないから、勝手に元気になって勝手に励まされても私には関係ないからって私は思うんですね。とにかく、まあ話がそれましたけど、生きてる間に祖父が私にかけてくれた言葉の中には、私に自信をつけさせたりとか、褒めてくれたりとか、甘えさせてくれたりとか、祖父が人を育てる、人とうまくやっていく術をヒントに残してくれたので、まあそれがそんなにたくさんあるわけじゃないんですけど、これから思い出していこうと思います。